受験勉強にフライングはない。中3の冬に友人に勧められて東進に入って、部活が週6日間あって部活と両立ができるってことで、そのまま東進を続けようっていう決断をしました。高1の夏までに数学3までを全部履修し終えたのと、英単語を高1のうちに固めたのが英数は良かったのかなと思ってます。学校終わってどんなに東進に入れる時間が短くても毎日登校はするように心がけていました。理科では高2の間に物理科学のどちらも全体の範囲を終えることができました。そのことによって受験全体の外観が見えて、ゴールが見えたことでその後の勉強が進みやすかったように感じました。基礎を早めに固めて高3に入る時点で演習を積めるようにしていたのが良かったのかなと思います。同日模試の段階では900点中700点程度の得点で、本番では9割近くの得点を取ることができました。数学に関しては誘導がしっかりしていて、他の大学にない特色があります。また英語では1台で2000語以上の長文が1個出題されて、要約も400文字ということで非常に特殊な問題になっていて、それらの問題に対応するために過去問演習講座を使うことで、大学の傾向だったり問題の解き方、周辺知識などを先生方が教えてくださり、得点アップにつながったと思っています。ハイレベル物理の園田先生の授業では、自分から積極的に理解しようとすることでどん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 知識の断片がつながっていく感じがして、非常に楽しく物理を勉強することができました。自分自身今まで医師の方々にお世話になる機会がたくさんあって、その中で自分が辛い時だとか体調が悪い時に優しく接してくださる医師の方々への憧れっていうのがすごく大きいので、自分も患者に寄り添えるような医師になりたいと思っています。